こんにちは、すんこです。さあ今日も猫ともやっていきましょう。11月6日。寒くなってきたら、もこもこしながら歩いてる人が増えたです。ほんとだね、まだちょっと暑いけどね、こっち。そうそう、夏の頃よりみんな体が大きくなってるのさ、こないだチロちゃんもだいぶ気膨れしてたけど。寒くなると人間は大きくなるの？そんなことないよ、冬に服をいっぱい着てるんだよ。あ、そうなんだ、あれって服で膨らんでるんだ。そう、人間はチロちゃんたちも冬毛になって、冬毛になって寒いといっぱい着るんですねふんわりなるよね。それで大きくなってたのか。夏毛と冬毛があるもんな、猫にも。土の子さんも冬になると大きくなるかと思っちゃったです。あの、あれだよね、やっぱ冬眠に備えての習性が残ってて秋に食べ過ぎるみたいな感じで。大きい土の子さんもかっこいいな。元から大きいけどね、めちゃくちゃでかい僕。でもでも大きくなくてもかわいいですえ、かわいいかな。いや、チロちゃんの方がかわいいけど、どう見ても。あ、そうだ、まずご飯食べなきゃね、お腹すかせてるだろうから。乳はないな。何したら新しく出てくるんだろうねあ、ちょっと待って、おい、ベストスコア10になってんじゃねえか。おかしいな。ちょ待って、ベストスコア10っておかしくない？僕900がベストだったはずなんだけどちょ待てや、なんでベストスコア10にしてあるの？前のスコアならわかるけど、おかしいな。ベストスコア10ってちゃんと作ってあげよう。混ぜ混ぜです、混ぜ混ぜです、混ぜ混ぜです。あ、間違えた。混ぜ混ぜ、ぐるぐるです目玉ぐるぐる、いいぞ。ベストスコア10って頑張るぞ。ドンピシャだ、ドンピシャ推し。暑くないかな。あ、もうずれた早く早くです、早く早くです。あ、ダメだ、合わないな。トライポッドだと失敗続きだな今の。960点。待ちきれないよ。どうぞ。いただきます。めっちゃうまそう。僕はあの食べれないこのチロちゃんのあのビョコビョコっていうのかわいすぎるんだけど。よし、なんか今顎から食ってなかった？チロちゃん、ごちそうさま。これでベストスコアちゃんと更新されたかなあ、よかった前のスコアってこと？ベストスコアってカジュアル芸術の秋スタイル、かわいい、かわいすぎる。よし、これでいこう。お揃いでウキウキだね。うん、めっちゃかわいいぞ二人とも。そんな時は土の子フレンズ。これは土の子フレンズチャンネル登録者爆増でしょ。猫チューブ、あ、ここあれじゃん、インスタのとこじゃん。皆様芸術してるな。うん、マーブルだよマーブル。芸術してるです。芸術してないかも。土の子フレンズのお時間です。いわーい、ちょっと見ちゃおう、音にして。この公園は芸術するのにぴったりなんだって。へえ。マーブルちゃんはここでどんな芸術をするですか？どうするの？何する？お絵描きをするよ。やっぱりチロルちゃんはどんな芸術をするの？お絵描きスタイルだもんね、ベレー帽。ひまわりの葉っぱやライオンのライオンの抜け毛あるの？オブジェを作ろうと思ってるですよ。なるほど、オブジェか。上手にできたら土の子さんにプレゼントです本当？ありがとう。僕出てるのかな。マーブルも土の子さんにプレゼントする。もう視聴者置いてけぼりじゃねえかこれ。芸術始めです。全く見てる人じゃなくて僕に言ってる。これ芸術するぞ。まずは爆発させるものを作って。爆発？芸術は爆発だ。爆発？お絵かきするんですよね。爆発の言い方かわいいな。芸術芸術、なんか
気になるですけど、この辺でバイバイなの。何のオチもねえ、どうしよう。こりゃいいねゼロだわ、やっぱり。いいねゼロですよね、それは。ちくしょう、チャンネル登録者増えたかな。もうそこだけが楽しみ。誰もリアルタイムでは見てくれてないぞこれ。あ、131人になってる。1000人には遠いなこれ。あ、ちょっと助けてほしいの。どうしたの。おい、埋まっちゃってんじゃん。クマ友がお砂場に埋まっています。助けてあげましょう。大丈夫だった。助けてくれてありがとうなの。大変だった。大変だったね。どうしたの、なんで埋まってたの。なんでかクマ友にもよくわからないの。公園のベンチでお昼寝しててね、新入ちゃんの夢を見てたら誰かに埋められたのか。きっと起きた時には完全にいじめじゃねえかこれ。一人で出ようとしたらますます埋まっていった。誰だいじめたの。いや、喜ぶとこじゃないでしょ。汚れちゃったね。え、あらら、本当なの。毛の間に砂が入ってゴワゴワするの。ゴワゴワでしょう。こんなに汚れたクマだ。帰り道でゴミに間違えられちゃう。ゴミに間違えられちゃって、自分のことひどすぎでしょう。ひどく言いすぎでしょう。うちで綺麗にしてあげるよ。うん、ありがとうございますなの。お願いしちゃおうかな。お願いしていいよ。洗ってあげる。おお、クマとも連れて帰ったよ。わあ、ここが君のお家なのね。うん、素敵素敵。猫たちは今お留守です。クマともお風呂で綺麗にしてあげましょう。よかった。今日はいっぱいいっぱいありがとうございました。いえいえ、また会おうね。 YouTube をお散歩してわかったんだけどね。 YouTube ばっか見てんの。家族っていろんなところに書いてあったのね。家族で YouTube してる人いっぱいいるからね。同じ道を歩いてたのに今までは気づかなかったんです。わかるわかる。これってやっぱり家族になったからですよね。そうだね、もうツチノコフレンズだもんね。だよね、家族になったから見えるのよ。うん、わかるよ。だからね、家族って字いっぱいいっぱい探したの。検索しまくったの YouTube で。探したらたくさんあって、あっちにもこっちにも。ほんと家族 YouTuber いっぱいいるもんね。いっぱいいっぱい見つかったよ。わかる。それでね、それでね、今日は街で見つけた家族がつくものを発表します。なんだ、待ってました。パチ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 チョベリグ。街で見つけた家族。 YouTube 全部に聞こえるような大きな声で発表する。他の動画見てる人にも聞こえるみたいな。まず見つけた家族はどんどんどん、なんだチャララララ。家族ゲーム、家族旅行。あるね。家族で旅行に行くことなんだって。うん、わかる。次に見つけたのが家族写真です。家族写真あるね。家族一緒の写真を撮ることです。わかるよ。それからそれから、これはとっておきの情報よ。9月生まれさんから聞いたんですけど。9月生まれさんって誰。ファミリーっていうのも家族って意味なんだって。うん、全然だから新情報じゃなかった。ファミリーレストランは家族で行くレストランだよね。うん、一人で行ったわこの間。父の子さんとチロルたちは家族になりました。うん、家族になったね。でもファミレス入っちゃダメじゃないかな。マーブルたちは家族旅行に行けるんだよ。うん、わかる。行けるね。チロルたちは家族写真を撮れるんです。でも僕が撮んなきゃいけないから僕いないけど。ファミリーレストランでご飯も食べれる。すごい楽しい。チロちゃんとマーブルは入れないんじゃないかな。すごい楽しいです。すごい楽しそうにしてるけど多分入れないんじゃないかな。家族旅行どこに行ってみたい。ほう、どこに行ってみたい。教えてあげる。よし、家でゲームです。家でゲーム、うん、家族旅行にもぴったりそう。引きこもり体質でごめん。みんなで行ったらとっても困惑しそうですね。いつもしてることだけどね。
今もやってるよ。縄張りの外ってドキドキだけど家族ですることだし、縄張りの中なんだ実は。いつかみんなで家でゲームに家族旅行に行ってみたいかも。家族旅行に行ったら家族写真撮りましょうね。いつも撮ってるじゃん、インスタで、ニャンスタで。あ、コンペイトーでも釣れるのか。まあまずはこの青魚、青で。よし、なんだ、ランダフル。お、いいじゃん、アユ。おお、アユ美味しいよ。5センチのアユか、ちっちゃいな。おい、ランダフル。お、鯉、鯉釣れたわ。お、41センチでかい。コンペイトーでも釣るか。何が釣れるんだろう。1じゃちょっとあれかな。食いついてます。よし、すごいです。何これ、金の兵、すげえ。ちょっと何これ、めっちゃレアなの釣ったんじゃないの。今です。あ、早くなってる。ああ早い、ちょっと難しくなってる。食いついてます。よし、来た。やったです。おー、何これ、金のサメだって。金のサメゲットした。やば、やっぱりあれだよね。どうした、なんだ。やっぱりあれだと思います。やめろよ、なんだよ。ヤバタにいるそうなものってついついパクってしちゃうけど。いや、パクってきたの、なんか。あれだけはダメです。どうした、どうしたの。あ、土の子さん。うん。いや、わざとらしいな。そういえばこのお話、子さんにはまだ何、秘密、秘密にしてんの。話しちゃっていいよね。だって土の子さんはもういきなりはぶられてる感じなんだけど。はいです、家族にはお話しするです。一番に話してほしかったな。でもあのね耳貸して。なになに。ちょっとね、うん、人間にはびっくりのことよ。え、猫はねチョコが食べられないんです。どうでもいいんだけど。知ってたですか。いや、知らないけど。いや、知らなかった。びっくり、別に。すごい大事なことなので、食べさせないでってこと。覚えておいてほしいです。カカオがダメなのかな。どんな猫にもチョコは絶対にダメなんだよ。玉ねぎとかね、なんかお花とかダメっていう。名前は似てるけど本当に本当にダメなのよ。チョコって、そういや君たちのお母さんじゃん。土の子さんはよく考えたら。どうです、土の子さんにもある、これは苦手って。苦手な食べ物あるある。あるよ、苦手な食べ物。僕めちゃくちゃ苦手なのがやっぱセロリなんですね。セロリ、セロリの匂いが本当にダメ。どうしても苦手な食べ物ってあるです。うん、苦手なのは仕方ないと思うのよ。でもチロちゃんたちって苦手とかじゃないんじゃないの。食べたら毒なんですよ。やっぱり苦手かもしれないので無理はダメダメです。うん、土の子さんのおかげでマーブルたち、おお、どうした、できることがどんどん増えていってるです。嘘、何できるの。肩たたき券はもらったけど、そのチョベリグーの気持ちを込めて、うん、これ受け取ってほしいです。何作ったんだ。お、プレゼント来た。手作りコースターもらいました。すげえ。何これ、木を輪切りにした。まさかノコギリまで使えるのか。自分たちの手かな、あれ。なんだかわかる。うん、あのコーヒーとか置くやつでしょ。いい、コースターって書いてあったけど、肉球スタンプ。そうなの、マーブルたちの肉球スタンプよ。すごいね、肉球スタンプ。肉球スタンプを使って手作りコースターを作ってみました。すごいじゃん。どうしたらチョベリグーの気持ちを伝えられるかなって考えてね。うん、スムージーでおもてなししたいなって思ったです。スムージーでおもてなししたいか。だからスムージーを飲むときに使う用のコースターを作ったの。ありがとう。朝はスムージーでしょ、やっぱり。次のお茶の時間から欲しいです。ありがとう。これは家族レベルアップ、アップしちゃうかな。アップしなかったわ。アップしなかった。ということで今日はここら辺で終わっときましょうか。ミッションも達成したんで、
まあ、ちょっとずつ進めていきたいと思います。よかったらまた次回も見てください。それじゃあ土の子でした。